今日7月29日月曜日の電力需給予報をお伝えします。今日も関東では厳しい暑さが続きそうです。特に内陸部では体温を超えるような危険な暑さまで上昇する見込み。まずは予想最高気温から確認していきましょう。ほとんどの地点で35度を超え猛暑日となりそうです。東京都心では予想最高気温37度まで上がる予想となっています。内陸部ではさらに気温が高く、埼玉39度、前橋では38度の予想、ところによっては40度に迫るような暑さとなるなど、体温を大きく上回るような危険な暑さが予想されています。その影響で今日は電力の使用量が増える見込みです。続いてウェザーニュースが発表している電力需給予報をグラフで確認していきます。冷房による電力需要が増大し、特に週の始まりは企業での電力使用量が多いことも影響して、電力需給が逼迫する可能性があります。ウェザーニュースのエナジーフォーキャストセンターの電力需給予報では、電力需要のピークは昼頃ですが、最も逼迫度が高まるのは17時頃と見ています。多くの方が帰宅し、ご自宅でエアコンを始動させたり、食事の支度を始めたりと、家庭での電力使用が増えるため、電力逼迫の恐れがあるということです。では私たちはどんな節電ができるでしょうか。自重にできる対策としてはご覧の通りです。例えばすだれやカーテンで太陽の日差しを遮る、使わない照明器具や家電製品の電源を切って省エネモードにする、なるべく一つの部屋で過ごすなど、無理のない節電を心がけましょう。ただ今日は各地で危険な暑さが予想されています。熱中症対策を最優先に行って、無理に冷房を消すことがないようにお願いします。アプリウェザーニュースからも、詳しく電力需給の予報をご確認いただけます。日々どのタイミングで電力が逼迫する可能性があるのか、グラフで一目でわかります。夏の節電の参考にぜひご活用ください。